早く上映始まらないかな。昼間でも星空を楽しめるプラネタリウムはまさに楽園だよ。あ、始まる。うわ、綺麗。あ、どうしたの？はあ、楽しかった。君と街をのんびりブラブラして、スポーツで体を動かして、ご飯食べて星まで見て、最高の休日だった。そういえばプラネタリウムでなんか驚いてたでしょ。一体どうしたの？え、泣いてないよ。せっかくプラネタリウムに行ったのに、なんで星じゃなくて私を見てるの？何その理屈。その様子じゃ星の解説もろくに聞いてなかったんでしょう。仕方ないな。私が天然の星空を使って君に星の魅力を教え直してあげよう。次のライブが決まるまでに今度は天体観測しよっか。それは期待しなくていいから。照れてません。呆れてるんです。当日よそ見したら怒るからね。よし、早速日取りを決めるよ。都合の良さそうな日教えて。あ、天気も確認しないとね。晴れの日を選ばないと。これでもかってくらい星の魅力を伝えて、君の目もキラキラさせてあげるよ。星空と君、どっちも楽しませてもらうからね。